どうも、セリカです。今日は皆さんのコメントを読んでいきます。バタフライのタッチダウンやり方を教えてください、お願いします。バタフライのタッチダウンやり方を教えてください、お願いします。やり方を教えてください、お願いします。何から教えればいいの？タッチダウンかな。タイミングの見つけ方に苦労してます。穴水が検証してみます。第1入水、第2プッシュし始め。まあやってみて。なんかね、多分人によって若干のズレはあると思いますが、まあご参考までに。ありますね。止まる瞬間、私の場合はフリーです。なるほど、手と足のタイミングですね。よくわかりました、ありがとうございます。そう、私はね、これを学生時代の時にめちゃくちゃ感じてました。なんか呼吸した後は特に止まるんですよ。なんで止まるんと思ってたけど、まあこれで解決できるんじゃないかなと思います。床に手をつく床跳び、懐かしい。沈む時に息を吐く、うん、いつも不思議ですが、それだと息が続かない。困りました。腕を回す時、手の甲が前を向く。私はできているのか、多分大丈夫なような気がします。やっぱりセリカさんの水上関連像みたいですね。無理を言ってしまいません。私だって映像撮りたいよ。視聴回数が一番多いので改めて見ました。前傾後傾はセリカさんの強みですかね。これができるための練習は何ですか？いくらありますかね。他に股関節の柔軟性ですか？どんな取り組みがいいですか？前傾後傾はね、筋トレとか運動関連じゃなくて、別に筋肉は必要ないけど、誰かに教えてもらった方がいいです。確実に動かし方の問題なんで、歩き方知らないみたいなイメージですね。ドリルもシンプルにイルカ跳びしかないので、まずは陸上で前傾後傾がしっかりできるように訓練してください。こんばんは。いっそ人間やめてイルカになりたい。イルカになりたいよ、私も。今回の呼吸解説吐くことで 50m バタフライはグッド楽になりました。ありがとうございます。4個目も完璧、近い。息を吐く。4個目頑張って。私は絶対泳ぎたくない。いや、早く言ってよ。初耳ですよ、初耳。イルカか、そんなイメージしたことないないですね。ここでこうしてああしてって思って泳いでいます。うん、私も泳ぎに関しては完璧主義者かもね。うん、私はきっと真面目なだけです。今日もありがとうございました。もうイルカ、あなたはイルカです。分析はお客様の声なのでいいですね。月火が少ない。なるほど。うちの自分も昔から月火はプール空いている。仕事があるから週明けから睡眠は頑張らないんでしょう。特に週末に泳いでいるから、次は月。月は疲れますね。週末中心の睡眠生活と考えると分析結果は自然なのかもね。視聴時間は私の感覚では3、4分が長い。間違いなので数分程度の場合はない。その中で視聴時間を最後まで見てくれる方が多いという結果だと思います。では、一日の動画が多いの少ないの。この分析も知りたいですね。そもそも論だからではまた聞かせてください。よろしくお願いします。動画表示回数はね、おそらく他の水泳 YouTuber さんと比較して、私のチャンネル登録者数から見ると、割とある方なんですよ。割と再生されてる方なんですね。で、まあその YouTube の収益とかも、この私のチャンネル登録者数からするとちょっと高いんですよ。だから何なんでしょうね。動画の需要はあるらしいですね。私のまあ映像はほとんど普段変わってないですけど、需要はあるらしい。はい。はい、私女性です。セリカさんなんか好きなんですよね。撮影難しいかと思いますが、いろいろなどを見たいです。待っててください。頑張って手配はしてるけど、まあ私の忙しくなってるっていうのもあるし、なかなかプールは取れないんですよ。まあ頑張ります。データ収集、分析、活用大切です。意外と気になってる方もいるんじゃないかなと思って、この動画を撮ってみました。まあまたやります。月1ぐらいでやればいいのかな。どれぐらいでやればいいんですかね。年1ぐらいでやりたいですか。どうでしょう。水族館でイルカやトドが泳いでるのを見ると、こんな風に泳げたらかっこいいなと思います。イルカ飛びだと少しはそんな気分になります。実際泳いだと自分でなんじゃこりゃとなります。まあその気持ちはわかる。まあ人間に生まれちゃったからには、人間として生きた方がいいと思います。こんにちは。私はバタフライ 50m ならなんとか泳ぐことができる程度のレベルなのですが、キック難しいです。たまに蹴り終わりにパンって足の甲で水を蹴れている感覚があるのですが、奥たまにです。キックはこれを意識してとか、こんな練習してとか何かあれば教えてください。サンちゃんは元気そうですね。キックはね、パッとしたドリル練習はそこまで思いつかないですね。まあ上向きドルフィンとかはまあ効くのかなと思いますけど、キックのドリルはねあんまりないんですよね。片足でドルフィンの練習とか、あとは、まあ、左右横向いてサイドキックとか、そういうのはあるけど、なんかあんまりね、初心者向けのドリルっていうのはまだ見つかってないんじゃないかな。多分誰も考えてないんだと思います。まあ、発見したら発見したでご紹介はしていきますが、まだ何も見つかってないです。サンちゃんは元気です。めっちゃわかりやすかったです。25メートルから泳げなかった頃は覚悟して気合で泳いでいました。ボビングと体幹トレはいつもやっていたので、当時習わなかったセンスが足りてなかったんですね。だから気合で手をかいて気合でキックしていたんでしょう。習う順番大切です。今日もありがとう。そう、やっぱりセンスは大事ですよ。水泳はセンスと、まあ、体力さえあればどうにかなる。まあ肺活量は別になくても呼吸回数を増やせればそこまで問題ではないんですけど、まあセンスはセンスとして、この私の動画とかを見てればどうにかはなるんですけど、体力に関しては自分との戦いです。まあもしくはインストラクターさんにみっちりやってもらってください。はい、水泳ももちろん体力いりますよ。だってスポーツで体力いらないスポーツなんてないでしょ。もちろん水泳だっていります。セリカさんの動画毎日拝見していたらバタフライ泳げるようになりました。ありがとう。本当？なんか結構聞くんですけど本当？ありがとう。はい、
ということで以上皆様からのコメントを返していきました。またこういう動画もし需要があれば撮ろうかなと思ってるので、ぜひいいね、よかったなと思う方は高評価を押してください。ではまた明日の動画でお会いしましょう。バイバーイ。